J リーグ2016年の J リーグこの項目では2016年シーズンの日本プロサッカーリーグについて述べる J リーグ発足から24年目のシーズンになるこのシーズンから若手選手の育成のあり方が見直され J3 リーグ発足から参加していた J リーグアンダー22選抜が廃止される代わりに J1 リーグ J2 リーグに参加するクラブが23歳以下の 選手により結成した U-23 チームが J3 リーグへ参戦する。これに伴い、従前の3階層あたりから J1J2 と同じ2階層あたりに変更された。また、2009年を最後に廃止された J サテライトリーグがこのシーズンから再開されることになり、ベガルタ仙台鹿島アントラーズ川崎フロンターレ、 横浜 F マリノス湘南ベルマーレアルビレックス新潟名古屋グランパスビッセル神戸サンフレッチェ広島の9クラブが参加する予定であった。また、この年からリーグ戦におけるユニフォーム広告について従来認められていたシャツ前面、シャツ左袖、シャツ背面、パンツ左アシストに加え、シャツ背中下部への広告掲出が可能になった。 最終更新は2016年11月3日の試合終了時出展 J リーグデータサイト順位の決定基準1勝ち点2得出点差3得点数1チャンピオンシップの結果により年間2位となったクラブは AFC チャンピオンズリーグ2017グループステージの出場権を獲得また年間3位となったクラブは AFC チャンピオンズリーグ2017プレイオフの 出場権を獲得。最終更新は2016年11月20日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点に得出点差3、得点数。1、J1 リーグ昇格並びに、J1 昇格プレイオフ出場は、J1 ライセンスを保有するクラブに限る。二、J3 リーグ降格並びに、J2J3、入れ替え戦出場は、 J3 リーグの上位2チームに J2 ライセンスを保有しないクラブが入った場合は対象チームが変更となる。最終更新は2016年11月20日の試合終了時出展 J リーグデータ順位の決定基準1勝ち点2特殊点差3総ゴール数4直接対決の結果5警告数6抽選 1J2 リーグ22との自動上る 広角及び同21位との入れ替え戦については J3 の1位2位クラブが J1 もしくは J2 ライセンスを保有している場合のみ行われ1位2位のどちらかあるいは両方がライセンスを保有していない場合自動昇格広角か入れ替え戦あるいはその両方が行われない場合がある22位までに U-23 チームが入賞した場合 u 23チームを除く13チームの成績を元として自動昇格または入れ替え戦出場チームを決定する。準決勝松本山が FCV ファジアーの岡山セレッソ大阪 V 京都3が FC 決勝決勝に駒を進めたのは3位松本を後半アディショナルタイムの FW 赤嶺慎吾のゴールで下し初の J1 昇格を狙う6位岡山と 5位京都に後半終了間際に同点に、追いつかれながらもレギュレーションにより決勝進出を決めた4位、C 大阪。今年改められたレギュレーションに基づき、リーグ戦上位の C 大阪のホームゲームとして、緊張スタジアムで開催されることになった。試合前には、ラミア航空2933便墜落事故で、亡くなった元、C 大阪の FW、ケンペスを痛み、 C 大阪の選手全員がケンペスの C 大阪時代の背番号9のユニフォームを着用して入場。キックオフ前にはケンペスをはじめ事故で亡くなったシャペコ遠征の選手、関係者に黙祷が捧げられた。試合は立ち上がりから C 大阪が積極的に攻めるがなかなかゴールが枠内に飛ばない。一方の岡山は失点を避けるべく守備的な姿勢を見せ、 前半のチャンスらしいチャンスは37分のセットプレーからの DF 岩政大輝のヘディングシュート程度で前半はスコアレスで終える。失点ゼロは岡山にとってある意味プラン通りとも言える展開ではあった。迎えた後半選手点を奪いたい岡山が立ち上がりから積極的に新大阪ゴールに迫る。後半二分には左サイドから MF 矢島真也のパスを受けた。 MF、三村誠がシュート。さらにその2分後には、左サイドからの DF、片山英一のクロスに、FW、豊川優太が頭で合わせるが、いずれも C 大阪 GK、キム・ジンヒョンの、ファインセーブに阻まれる。すると、後半7分、C 大阪が得た、コーナーキックを MF、丸橋祐介が放ち、MF 総座が頭で落としたボールを、岡山 GK、 中林洋次が抑え損ね、密集の中でいち早く足を出した C 大阪 MF、清原昌平が押し込んで、C 大阪が先制点を挙げる。これで、昇格のために二点が必要となってしまった岡山は、反撃に転じるが、体調不良で急遽欠場した SFW、押したに勇気の穴は大きく、焦りから FW、赤嶺慎吾への縦パスの身と攻めが単調になりがちで、 終盤には DF 岩政を前線に上げたパワープレイを試みるもがっちりと守備ブロックを敷いた C 大阪の前にゴールをこじ開けることができずそのまま1から0で試合終了 C 大阪が前年福岡に敗れて涙を飲んだ雪辱を果たし3シーズンぶりの J1 復帰を決めたセレッソ大阪 V ファジアーの岡山栃木 SCV つえげん金沢ざわつえげんかなざわ V とちぎ SC J リーグアウォーズは2016年12月20日に開催された。今期より協賛契約開始2016年9月28日、J リーグは2016シーズンのクラブライセンスのうち J1J2 のライセンスについてクラブライセンス交付第一新機関による審査結果を発表した。J2 ライセンス以上については J1J2 の40クラブ、J3 の6クラブの K46 クラブから申請があり、鹿児島を除く45クラブにライセンスが交付された。鹿児島については、ホームスタジアムである鹿児島県立鴨池陸上競技場が J2 ライセンス基準を満たさないとの理由から、ライセンス制度発足後初めて J1J2 ライセンス不交付との判定となった。一方、 J3 クラブライセンスについては、まず2016年9月20日に J3 入会を希望するクラブに対する J3 クラブライセンス申請の審査、結果が公表され、申請のあった八戸、武蔵野、沼津、奈良の4クラブのうち、武蔵野を除く3クラブに対して J3 ライセンス交付の判定となったことを発表した。武蔵野については、 本拠地の武蔵野陸上競技場が J3 クラブライセンス基準を満たさないとして不交付の判定となった。2016年10月12日には J3 リーグに参戦中のクラブに対するライセンス申請の審査結果が公表され J2 以上のライセンスを取得した5クラブを除く8クラブのうち全副社長による資金流用問題が発覚し 経営状況を中心に引き続き事実確認を行っているとの判断から継続審議扱いとなった森岡を除く7クラブがライセンス交付の判定の結果となった。森岡はその後11月16日に開催された理事会でライセンス交付が決定した。なお、100年構想クラブのうち JFL に所属する栃木ウーバー FC。 地域リーグに所属すると南前橋と FC 今治は J3 ライセンス申請を行っていない。クラブ名の後ろにがついたクラブは当該ライセンスを初めて交付されたクラブ。ありがとうございます。